お、小味安いな。一つ買っときますか。ということで、今回は手で行う小味の下処理方法を紹介します。小味は下処理が面倒なところから安くてもなかなか手に取りづらくなりますよね。そこで誰でも手で簡単にできる下処理方法になります。と言ったものの、鮮度がいいと結構鱗がついていますので、ここだけは包丁で軽くこそいで鱗を取っておきます。100g あたり58円と安かったので、キュービ入って153円でした。では、まずは手で行うエラと内臓の取り方になります。まずエラ蓋を開きます。そのまま口をつまみ、エラ蓋が開いた状態にしておきます。左手でエラと釜をしっかりつまみ、一緒に手前に引っ張ります。エラと釜、内臓までが一緒に取れます。残った内臓も取ります。そしてそのまま尻びれについた硬い骨がありますので、人差し指で引っ掛けるようにして尻びれの根元の硬い骨も取っておきます。ここまでが小アジの頭付き下処理になります。しっかり内臓がすべて取り除かれています。ではもう一匹やってみますね。エラを開いて、口をつまみ、エラ蓋が開いた状態をキープ。左手でエラと釜を一緒につまみ、手前に引っ張ってきます。尻びれの根元の硬い骨を人差し指で引っ掛けるようにして外せます。この骨は油で揚げても先が尖っていて口に当たりますので、忘れず取っておけば食べやすくなります。この手で行う下処理の利点は、まず別にまな板の上でしなくても生ゴミ袋の上で行えばそのまま何も汚さずに済みますし、釣り場のような外で下処理を行うこともできます。慣れてくればスピードも上がり、数が多い豆アジクラスまでは同じ要領でできます。どんどんいきますね。ごそっと一緒に取れちゃいますので、やってて楽しくなります。これはやってみたくなりますので、皆さんもぜひお試しください。ということで、残り3匹は奥さんに挑戦してもらいました。奥さんにも挑戦してもらいます。お願いします。はい。まず口を開けて。違う。口を開ける。うん。で、そこのエラと釜を一緒に持って引っ張る。まあまあこっちに向けてみて。まあまあ一応できてる。うん、もう一尾やってみてください。こっちに向けて。そう、こっち、まず口を開いてエラと釜を持ってそのまま手前に引っ張る。釜を引っ張れてない。釜も一緒に全体の指でつまむように。そう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 。もう一尾やってみてください。エラを、あ、口をまず開ける。口を開ける。そうそう。んで、釜とエラを一緒に持つ。そう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 。ラスト1尾。口を開ける手順。口を開ける。いい、折ったらあかん、折ったらあかん、折ったらあかん。折る前に口を開ける。はい。むちゃくちゃなってる。はい、手順が、はい、でそのまま手前に行く。そうそうそう、まあまあまあなんとなくやったら誰でもできるっていう感じ。お腹も見せてください。ほら、綺麗に一緒に。で、尻びれのところの骨も取っといて、取ってみてください。そこ指、人差し指で、じゃあ人差し指で入れる。そう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 、硬い骨あるやろ、わかる。そう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 、他のやつも一回、あと3尾も。そう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 、はい。ちり、あの骨取れてないな。うん、そう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 。OK。ありがとうございます。
まあ、こうやって誰でも一応できるようになってます。お腹を洗います。人差し指で軽くこうやってあげたら綺麗に洗います。もうこのサイズやったら税後は気にならないんで残しておきます。油で揚げて南蛮漬けにしようと思いますんで、まあ、まずこれは気になることはないです。そしてこのまま実は手で頭取りも作れます。この頭と背骨の第一関節のところでポキッと折れますので、そのままちぎってあげれば小アジの頭取りができます。ちょっと頭の身の方も抜けて、見た目上はちょっとあれ汚らしく見えますけども、逆にぶどまりよく身がたくさんついて、もうこれ取れますんで、もうこれは折れてますね。奥さんがやってくれたやつ、こうやって頭取りも簡単にできます。このように折れてるやつは頭のところと背骨のところ、ほぼもう人間でいう脊柱管ですね。第一関節のポキってこう折れちゃうんで、でそのままちぎってあげたら頭取りができます。だから手で全部できますね。実は小アジ手で開くこともできます。この背骨に沿って親指を沿わせてスライドさせます。まあイワシの手開きと同じような要領になるんですけども、こうやってすれば背骨に沿わせれば身が離れていきますね。まずで戻してさらに皮目のとこまで開いてあげます。そして次にちょっと骨を背骨をつまんであげてめくってあげます。そして身を右手の方は 身と骨の間に入れて挟む。で左手も骨と身を挟む、この状態ですね。これで右手の親指を前に押していきます。そうしていくと背骨だけが外れてくれます。押すだけでね。あとは最後尻の方の骨をこうちぎってあげたら小アジの開きの手開きです。これもできますね。だからもう全部最後まで手だけでさばくことができます。包丁を使わずに開くっていうのはすごい、包丁の方が逆に技術がいるぐらいですね。もう一尾やってみます。背骨に沿ってお尻の方に向かって尾っぽまで行きます。で戻してさらに開くね。で骨をつまんでちょっと持ち上げてあげます。でこう浮いてるんで挟み込んで、両方右も左も左手も挟み込んで前に押していきます。そしたら骨がこう外れます。で、あとは最後尾っぽの方でちぎるだけ。これで小アジの開きですね。腹開きなりますけどね。まあアジフライは本来背開きでやったりとかもしますけども、まあ同じことですね。フライとかにいいと思います。最後もさらに一番ちっちゃいやつも開いてみますね。もうほぼ豆味に近いサイズです。慣れれば簡単になってきます。この技を覚えるとすごい便利やと思うんですよね。手でやるの、これを包丁で開くとなると本当大変なんで、これではいすぐ終了です。慣れたらほんの10秒いけますね。こんな感じで、ありがとうございます。
では試食します。美味しそうな小味の南蛮漬けが出来上がりました。頭付きをいただきます。頭が取れそうですが、南蛮漬けで柔らかそうなので頭ごといただきます。うん、硬い尻びれの骨も取り除いていますので、柔らかい骨ばかりで食べやすくなっております。今回は小アジの手でさばく下処理方法を紹介いたしました。最後までご視聴ありがとうございました。